はいどうも、藤野 130KG です。ちょっとね、裏技紹介していきます。これね、この台なんですけど、めちゃめちゃ簡単に取れるんで見といてください。まず右アームでちょいね、上側をついていきます。で、Dリングがあるんで、その上に乗ってるんですけど、こんな風にね、回すことができます。きたな。で、この形になったら勝ちです。右角が浮いてるっていうか、右角がね、バーの上に乗ってるじゃないですか。ここを押していくと、落とすことができるんですけど、この辺、奥行きすぎたかな？ミスった。すいません。ミスりました。もう一度挑戦します。初期位置でよくて、横移動は初期位置、もほぼ初期位置。チョンぐらいで。こんなもんかな。で、奥移動を、ちょっとアームのひねりも加味して、これぐらいで。OK、来た。これは、いいんちゃう？ OK、来た。はい。ということで、この、ね、最短2手ですね。今、ミスって3手かかったんですけど、2手で取れる最強の台なんで、皆さんもよかったらゲットしてみてください。ということで、神台情報でした。以上、藤野 130KG でした。ご視聴ありがとうございました。